中年オタッキーです。通常動画としては新年一発目になりますね。ちょっとね、年末忙しかったのと、年始もね、家族サービスとかいろいろ忙しくて写真撮れてないんで、最初はスローペースになっていくと思います。今回撮った写真もちょっと半ば無理やり撮ってきたんですけど、このカメラで撮ってきました。はい、これね、ミノルタ X7 ですね。これで、ね、高川さんからいただいたカメラになるんですが、レンズもそうですね。ね、MC-6SG で 28mm の F3.5 っていうレンズで、フィルムは、TMAX100 で撮ってきました。まあ正月でね、バタバタしてることもあって適当にババッと近所を撮ってきたんですが、まあ、28mm のレンズでね、スナップ写真というね、ちょっと前に視聴者様から質問があったこともあってね、撮影してきました。どんな写真が撮れたか、適当に撮ってきたんですね、いい写真は撮れてないんですが、まあとりあえず新年一発目ということで、そんな感じでいこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回はね、このミノルタ X7 で撮ってきました。あの、宮崎美子さんのね、コマーシャルで有名なカメラではありますけどね、たくさん売れたカメラになりますよね。シャッタースピードはね、マックスで1000分の1秒、横走り布膜フォーカルプレーンシャッターですね。まぁ、こんな感じなんですが、よっ。あ、セルフタイマーになってる。よっ。こんな感じなんですけどね、横橋布膜フォーカルプレーンシャッターということで、音は比較的ね、優しい音になってます。こんな感じね。でね、今 X 設定にしてましたけど、基本的にはね、オートで撮影します。オートで撮影して、絞り優先オートになりますね。絞り値で優先オートになります。で、逆光補正もね、一応プラスマイナス2分の1ステップでね、プラスマイナス2までありますね。まあ、AE カメラがね、普及し始めてね、まあ、一世を風靡していた頃のカメラになりますね。まあ、オートしか使えないということでね、寂しい部分はあると思うんですけど、基本的にはね、ミノルタ XGE をベースにして作られたカメラのようです。非常にファインダーもね、大きくて明るくなっております。で、今回使ったレンズなんですけどね、これがね、はい、MC-6SG。28mmF3.5 っていうね、 28mm というレンズなんですけどもね、使いにくいと思ってる方が結構多いと思います。広角としては弱いで、標準としては広すぎる。まあこんな感じなんですけどもね、でも 24mm で比べた歪みも少なくてね、で比較的広い範囲を撮れるということで、スナップ広角スナップには 24mm よりは向いてるんじゃないかと思います。で、設計の方なんですけど、これレトロフォーカスという設計タイプになっておりますね。逆望遠とも言われるみたいなんですが、まあレトロフォーカスって、レトロっていうのはね、後ろって意味で、まあ、フォーカスを後ろに行く。つまり、光学設計を前に出す設計ということになってるみたいです。先頭のレンズを被写体側に張り出した大きな凸、ボコレンズ、オーレンズ、メニスカスレンズとする。そうすることによって各方向から入射する出光線の角度を平行に近づけ、その画角を相当する焦点よりも実際の焦点の位置を後ろに持っていく。この構成が使われる主な写真用レンズは、一眼レフカメラ用の広角固定焦点レンズやズームレンズでは、広角から標準域であるということでね、これウィキペディアさんにね、説明されてあるんでね、ちょっと詳しく知りたい方は見ていただければと思います。日本工学の秋元さんの設計によるものだそうで、日光の成功が一眼レフカメラを汎用カメラとして認めさせる力となったものともされるということで、これレンジファインダーの時にはあんまりなかった設計になっていくのかな。でね、写りなんですけども、まあね、これ、まあ、写りの前に外観なんですけど、これ結構ね、
あのニッコールの 28mm によく似てはいますね。設計まではちょっとわからないんですが、中の設計まではわからないですが、パパッと見た感じ外観は結構似てるような気がしますね。気がするだけなんですけどね。まあ完全に一緒っていうことはないでしょうし、コーティングももちろん違うものになっていくとは思います。で、今回使用したフィルムはね、コダックの TMAX100。まあカラーではね、やってないんですが、どんな写りになったのか、解像度はどうか、周辺の歪みはどうなのか、まああの、画角的にどうなのかっていうのをね、主に見ながら作例を、見ていただければと思います。なお今回はね、結構絞って撮りました。意図的に絞って撮ったんですけど、28mm というレンズの特性上ね、パンフォーカスで撮るのが美味しいのかなと思ってね、かなり16まで絞って、シャッタースピードを、60分の1、F16 ぐらいで撮った作例がほとんどだと思います。それではここからは作例になってまいります。はい、作例なんですけどもね、まあ絞りを結構絞ってるということもありまして、手前にピントを合わせておりますがね、奥までね、しっかり映ってることがわかると思います。これもそうですね、これ手前のタイヤにピントを合わせてるんですけどね。で、ちょっとゴーストは出ておりますね。まあ、パンフォーカスでね、意識して、撮ったということで、すべてにピントが合うという意味ではね、ぼかしを わざと入れない、こういうね、風景写真に向いてると思います。手前のものを写しつつも奥のものがしっかり写るので、風景写真にはね、非常に、良い撮り方になると思いますね。これはちょっと流し気味で撮っておるんですが、まあ、後ろの電柱とかブレておりますけどね。こちらはね、一番前のね、右側の看板に合わせてるんですが、さすがにここまで寄せるとやはり少しボケますね。これもそうですが、後ろが若干ボケてしまいます。まあ、限度があるんですね。これもそうですね。手前の郵便ポスト。にピントを合わせておりますがね。で、このように全部近場のものになるとやはり、奥まで綺麗に、被写界線が入っておりますね。まあ35ミリレンズとね、よく比較される28ミリレンズ。35ミリがまあね、スナップ写真としては一番美味しい、レンズになっていくんですが、35ミリレンズってね、そういうわけでね、結構高いんですよね。人気があるということで、ね。人気がある、高い。じゃあ28ミリに逃げるっていう手はね、全然使えると思います。ただね、ちょっと寄らないとね、スナップ的には苦しい。で、寄ると後ろがボケてしまうんで、あんま寄りすぎも、難しいということで、パンフォーカスで撮るには気をつけなければいけない分になってきますね。価格も安いしね、使い勝手はいいレンズになると思います。で、その気になれば、ちょっと広がりのあるところで引けばね、広がりのある写真も、まあ撮れるということでね、28mm レンズ、以前はね、普通に広角と名乗っていたと思います。最近はね、24mm ぐらいが当たり前になってきてしまっているんですけども、まあ全然ね、その意味では使える、広角レンズとしても使えるし、スナップとして使えるという意味ではね、これ一本撮ってその辺を歩くっていうのにはいいレンズなんじゃないかなと思いますね。両方使えるという。まあ、35mm に比べるとややね、広がりのある写真になるんで、まあ、自然な絵が欲しいっていう人はやはり 35mm の方がいいかなっていう感じになってくると思いますね。まあ、こんな感じなんですけどね、28mm レンズ、まあ、35mm に比べてね、価格は安い、人気があまりないという意味では美味しいレンズになってきます。で、写りもね、しっかり絞ればね、今回のようにあんまり、歪みとかね、周辺解像値とかね、そんなのは気にならない。周辺光量値とかも気にならない。ただ、開放付近で撮るとね、広角レンズということでね、周辺光量値とか絶対あると思いますね。まあ、今回はね、ミノルタ X7 で撮ったということで、開放付近では撮れてないんですけどもね、そのうち、まあ、α7 とかにつけてね、4000分の1とかでね、試してみようかなとは思います。α7 持ってきてるんですけどね、マウントアダプターを持ってくるのを忘れてしまいました。まあ、そんだけでちょっと試写できないんですけどね、今日はこんな感じになっていきます。はい、それではここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、新年トップバッターは四日市の中年男さんですね。中年男さん、こんにちは。先日俺のカメラで紹介していただきましたオリンパストリップ35で撮影したフィルムが出来上がってきましたので投稿させていただきます。1枚目のタイトル、遊歩道の先に。
カメラオリンパストリップ35、フィルム富士カラー100、2枚目、タイトル広場、フィルムは富士のアクロス2です、モノクロフィルムはあまり使用したことなかったので、撮影時にどうしてもカラーのイメージで撮影してしまいますから、頭の切り替えが必要だなと思いました。また、モノクロ撮影は今後も挑戦したいと思いますということで、作品なんですけどね、1枚目はね、非常にね、雲一つない、爽やかな公園、人も一人、人っ子一人いないということでね、カラーとしてはね、寂しい時代、時期になるんです。冬の写真になるんで。でもね、これ、清々しい写りになっておりますね。で、2枚目の方なんですけど、これちょっとね、不思議なんですね。セピア調にね、なっているような気がします。こうして見ると結構周辺のね、光量が落ちているようにも見えますね。40ミリだったかな、トリップ35。40ミリの F2.8 だったと思うんですけど、まあ、おそらく開放付近で撮れてるとは思うんですけど、こんな写真になるんですね。ちょっとセピアカラーが面白い写真になっていると思いました。四日市の中年男さん、ありがとうございます。はい、次はね、侍ジャパンさんの投稿2枚ですね。令和3年出し納め、花手水の夏。タイトルは光あふれ。カメラキャノンデミ EE17 富士ベルビア50、残ってた最後のベルビア50での撮影です。2枚目はコニカパール3で撮影、フィルムはプロビア100使用、タイトルは黄色優勢、良いお年をということで、これ昨年の投稿なんですがすいません、だいぶ遅れてますん で作品なんですけど、これデミ EE17 なんですけど、それにしてはなかなかいいコントラスト、結構絞ってるのかなとは思いますが、良い写りになってますね。で、2枚目の方なんですけども、こちらはね、パール3ということで、さすがの中盤写真、キレッキレの解像度になっておりますね。ただね、結構ね、デミが頑張ってるなという印象、非常に強い印象。まあ、ベルビア50ということもあるんでしょうけどね、流浄感が出ない、フィルムになりますんで、サムライジャパンさん、ありがとうございます。次は、一都市九さんの投稿2枚ですね。タイトルはね、1枚目、特別なピアノ、2枚目は一品物ということでね、カメラはニコン F フォトミック、オートニッコール 50mmF1.4、スペリアビーナス800で撮られております。で、作品なんですけどもね、まあ、屋内写真ということで800の感度が非常に生きておりますね。さすがに流浄感はやや出ています。もう1段ぐらい、半段ぐらい。露出を開けてもよかったかな。2枚目もそうですが、2枚目はメインの被写体がね、シャドウ部分になっておりますので、もう一絞り開けてもよかったような感じもしますね。もうちょっとシャッタースピードが遅くなりすぎるのかな。まあ、800なんでそこそこでは切れてると思うんですけどね。はい、一度支給さんありがとうございます。次はね、トゥーランさんの写真ですね。3枚写真、組写真です。新春らしく初詣の組写真を送ります。タイトルは無人。一昨年の年末の平日に密を避けて一足早く初詣した時の様子です。ほぼ人がいませんでした。3枚ともニコン F4 に現代の 2470F2.8 第3元を装着して撮っています。フィルムはエクタ100ですということですね。F4 では現行の絞りはなしの G タイプレンズとの組み合わせでは、プログラムオーとかシャッタースピード優先のみとなりますが、ちゃんと使えるところがありがたいです。現代のレンズとエクタ100の組み合わせではデジタルっぽい写りだと思いますが、いかがでしょう。ただし朱色の発色はデジタルに勝っている気がします。では今年も動画を楽しみしています。寒い日が続きますのでご自愛くださいということですね。で、作品なんですけどもね、確かにね、赤がよく伸びてると思うんですね。エクタ100はね、赤の色が非常に、伸びると思います。カラーネガのエクタ100ですが、リバーサルっぽく撮れる、という印象僕も強いです。L レンズでね、僕の場合キャノンの L レンズで撮ったんですが、非常にリバーサルっぽくなりました。ただ、ネガとしてはね、ラチチュードは狭くなりますね。この写真はね、1枚目はね、組写真としてはどうかと思いました。鳥居さんとかがね、あったらよかったかもしれませんね。はい、トゥーランさんありがとうございます。次はね、トシトシさんの作品ですね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。1枚投稿しますのでよろしくお願いします。タイトルはありませんが、父親が干した柿です。まあ、父親が干した柿でもよかったんじゃないかな。カメラミノルタ SR はレンズオートロッコール 55mmF1.8 フィルムネオパンアクロス2ということですね。で、作品なんですけどもね、
これなかなかいいですね。これタイトル画面言っときましょうか。やっちゃって柔らかいね、調子にね、一番右側にゴーストがドンと出ております。ゴーストがね、ちょっと斜めに歪んでるところが面白いかなと思いました。まあ、柿の写真なんですがね、光も非常にいい感じで、新年1号のタイトル画面確定ということですね。トシトシさん、ありがとうございます。はい、こんな感じかな。1,2,3,4。ごめん、はい、今日の投稿こんな感じでね、次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今年の新年一発目の俺のカメラ、ライダーさんの俺のカメラですね。おたっきーさん、こんばんは。先日公園にある蒸気機関車の写真を撮りに行ってきました。プラットフォームを模した展示でしたので、ホームのベンチでカメラの写真を俺のカメラに出せるのだとは思い投稿させていただきます。オリンパス OM2N に随行オートマクロ 50mmF3.5 の組み合わせ、なかなかしっかり写ってくれました。撮影機材ニコン ZFC に ZDX18143.5 から 6.3 です。で、2枚目の写真はね、OM2N で撮った写真ということですね。で、作品なんですけどね、これで D52-235、相模原のね、公園に、鎮座している、機関車だとは思うんですがね、非常にね、OM2N の逆光で撮ってね、いい感じの写真になっております。でね、作例写真が素晴らしいんだな。これが素晴らしい。いや、これはね、作品投稿のコーナーに投稿してほしかったかな。夕日にね、輝くね、D52。黄金色に反射しております。非常に良い写真になっていると思います。はい、ライダーさん投稿ありがとうございます。ここからはね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー、今日はね、秋純さんのやったですね、やったやっちまったのやったに投稿します。12月24日に仕事で知り合った方からなんと AE1 をいただきました。昔三沢基地の兵隊さんがアメリカに帰るとき処分に困っているのをいただいたそうで、使わないのでということでいただきました。普段は玄関に三脚を立てて飾ってたらしいです。期待しないでもらって、電池入れたら感動品です。なんと泣きも全くありませんでした。 50mmSAC と100-300 のレンズ、東芝のフラッシュがついてきました。レンズはともに前玉に微細なカビがありますが許容範囲のものです。春になったら清掃しようと眺めてにやけてます。サンタっているんですね。娘にはそろそろと思い、サンタいないと言ったばかりの出来事でした、ということですがね。いや、 AE1 ね、今結構ね、いい値段になってると思うんですね。 50mmF1.4 のレンズもそうですが、レンズだけでも5000円ぐらいね、の相場になってくると思う。これ結構な組み合わせだったと思いますよ。まさにね、大人のところにサンタさんが来て、娘のところに来なかった。まあ来なかったっていうか、お父さんがプレゼントしたんでしょうけど、まあ、そんな感じになりますかね。前玉のカビはね、そんなに気にしないでいいと思いますのでね、試写が楽しみになってまいりますね。はい、秋純さん投稿ありがとうございます。今日の動画はね、こんな感じになっていきます。まあ、新年一発目で、1公開目に、撮ってるんですが、まあ、6日も休んでしまったんで、結構バテバテになってて、フラフラになってます。まあ、情けないから、6日も休むとね、まあ、なまってるということなんでしょうけどね。というわけでね、写真もね、撮り進んでないので、次の動画もね、いつになるかちょっとわかんないような感じになっていくと思うんですけども、まあ、頑張ってね、動画作ってまいりますので、今年もよろしくお願いします。でね、モノクロ中心になっていくと思うんですよ。カラーの方はね、カラーネガの値段がどんどん上がっていってるんですが、モノクロは比較的安定してると思うんで、まあ、今までもモノクロが好きでモノクロ中心で進めてきたんですけど、これって正解なのかなって思ってます。まあ、フィルム写真はモノクロでっていうね、色が強くなっていくと思いますが、まあ、カラーネガもね、入手できる範囲限りでは使っていこうとは思っていますね。はい、皆さんもね、ぜひフィルムで撮った写真ね、ありましたら投稿してください。もちろんね、デジタルでも構いません。
投稿作品とかのね、ルールはね、YouTube の私のチャンネルの動画の概要欄に記載してありますので、そちらのルールを参考にして投稿していただければと思います。基本的にはね、Twitter の DM でしかね、投稿は受け付けておりませんので、Twitter のアカウントをお持ちでない方は、Twitter のアカウントをお作りしてからね、僕の方をね、3つアカウントありますので、そちらをフォローしていただいて、投稿していただければと思います。はい、今日の動画こんな感じです。新年もね、頑張ってまいりますので、また、中年おたきをよろしくお願いします。高評価、コメント、チャンネル登録、ぜひぜひお願いします。それでは今日の動画はこの辺で。ご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。